know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood run out, don't wanna know. はい、どうもピカチュウでーす。ということで、現在時刻、ちょっと待ってください。現在時刻8時41分ねえ、このアングルで、アングル、まあこの形で撮るの今日が初めてなんですけど、まあ動画見てくれればわかります。で、今回は何していくかというと、もう8時、さっき41分なんですけど、今風呂上がりなんですけど、筋トレをしていこうと。おいおい、なんで風呂上がりにやるんだっていうと、なんとなくです。なんとなくやっていこうと思います。よろしく。別にね、筋トレって言ってもね、思う、なんか最近運動してないし、部活の時にアップとかの前に体幹するんですよ。それをもう1ヶ月ぐらいやってないし、運動もしてないし、まあちょっとぐらい覚えた方がいいんじゃないかなと思ってやろうと思います。レディゴー。はい、じゃあまずプランク、これやっていこうと思います。で、まあ風呂上がりなんで汗かかない程度にやっていこうと思います。どうしようかな、まあ、30秒いってやるか。よし、はい。でも久々すぎてさ、やばいかもしれない。程度にってことさ、1分ぐらいやればさ、一瞬で多分疲れる気がするんだよね。もう辛いよ、もう辛いよ、もうつ。いや、まだ体幹ぐらいは、これプランクぐらいってまだいけますね。まだ余裕のよっちゃんですね。マジお腹がさ、地味に割れてるんですけど、ちょっとね。筋トレもしてないし、部活から動いてないんで、動いたか、帯膳失敗。やばい、お腹が。なんかこれから1週間体幹生活する？体幹、腹筋生活でもするか。それ明日から撮るか。それにしよう。じゃあ、次、もう運動不足なんで、ちょっと腕立てしようと思うんですけど、10回でお願いします。マジでさ、俺腕立て苦手すぎてさ、マジで、マジでさ、できる人かっこよくない？めっちゃ2、3回は多分できるけど、ちゃんとね、ちゃんとできるけど、頑張っていこう。サボってそうだから向けるわ。よいしょ。
ということで、はい、ちょ、マスクがつらい。俺はなんでマスクで動画を撮影してるんだ。それが怖いよ。本当に辛い。じゃあ次の動画はあれだな、1週間の方がいいかな。まあそれはちょっと次の企画、次っていうか明日撮るから、明日までには決めとくわ。1週間か1ヶ月。だけど1ヶ月は辛いよな。テスト勉しなきゃいけないから、本当に頑張らないと。液体ここに行けないからね。よし、まあ1週間でいっか。1週間でビフォーアフターを見せるかな。よし、頑張るしかない。じゃあもうほんのちょっとだよ、ほんのちょっとだけどいいかな。終わり。バイバイ。おつぴかー。